カンバラ鉄道 L 型電気機関車。カンバラ鉄道 L 型電気機関車。カンバラ鉄道 EL 型電気機関車は、かつてカンバラ鉄道、カンバラ鉄道線に在籍した直流用電気機関車。一形式一両のみが在籍したカンバラ鉄道線における唯一の電気機関車であった。1923年、大正12年10月の開業以来、 カンバラ鉄道線における貨物輸送は電車牽引による混合列車の形態で行われた。その後、1930年、昭和5年10月の全線開通に際しては貨物輸送量の増加が見舞われたことから貨物列車牽引専用の電気機関車を申請することとなり、本形式は同年5月に日本車両製造名古屋本店において製造されたものである。 突径車体を有する25トン機で、車体外観は、ウェスティングハウスエレクトリック車、電装品とボールドウィンロコモティブワークス、BLW 社、機械装置の2社が設計、製造し、日本にも数多くが輸入された、突径電気核形式に告示しているが、本形式は前日のようにそれらを設計の基本として、日本車両製造において、 デッドコピー製造した国内模倣品であり、伝送品についても東洋電気製造製のものが搭載された純国産機である。本形式は貨物輸送のほか、当機はスノープロを取り付け除雪用途にも供され、1952年昭和27年10月の形式称号改正に伴って ED1K1 と解消された。貨物輸送廃止後は主に、 村松車庫内における校内入れ回帰として運用され、1999年、平成11年10月の神原鉄道線、全線廃止まで在籍した。全長 9180mm の突形構成車体を有し、車体中央部に設置された運転室の前後に主要機器を格納したボンネットを備える。WH 車突電気の設計流儀にのっとって、 乗務員扉は運転室前後つま面の向かって、左側に設け、その分ボンネットが向かって右側へ寄せて配置されている。前後つま面上部には、長さ 252mm の日よけが設けられ、前面窓、運転台窓は向かって、右側に1枚、前面窓と乗務員扉の間に、取付式の白熱灯型前消灯が1灯、設置されている。 後部標識塔は前後大枠上部のデッキ部分、向かって左側に各一塔設置され、前後のボンネット前面には、新中製のカ原ラ鉄道の車掌が設置された。当時の旅客用車両と同様、運転台に設置された直接制御機によって、電流制御を行う直接制御方式であるが、本形式は4機の主電動機を搭載する、都合上、 主電動機4機分の大電流の制御に対応した、東洋電気製造 TDK92LT を前後、運転台に、各1機搭載する。東洋電気製造製の直流直巻電動機、TDK-31SC、端子電圧 600V 時1時間定格出力 63.4kW を1両あたり4機搭載する。t d k 十一系主電動機は一部の、 例外を除いて、旅客用車両を含む在籍車両の大半に採された、カンバラ鉄道における標準型手電動機であるが、旅客用車両各形式が変電所容量などの都合から1両あたりに機搭載とされていたのに対し、本形式においては牽引力を確保する目的から4機、はじめしようとされた。駆動方式は吊りかけ、式、歯車比は5.0である。 BLW 社が設計、製造した、電気機関車用釣り合い良識台車を、日本車両製造において、デッドコピー製造した L 型台車、製造ナン、no. バー536.537を、装着する。ウェスティングハウスエアブレーキ、ワブコ、現、ワブテック社開発の F3 同弁を用いた、AMF 自動空気ブレーキである。なお、1962年、 昭和37年9月に動作弁を F3 動弁から A 動作弁に作りし、AMA 自動空気ブレーキに変更された。終電装置は皮脂型パンタグラフを採用し、運転室や値上がり中央部に一機搭載する。電動空気圧縮機は DH-25 を一機搭載し、連結機はシャローン式乗作用型自動連結機を採用する。 本形式は前述の通り貨物輸送目的で申請されたものであるが、カンバラ鉄道線における主要出荷物は米国であったことから、米国の出荷時期である周期を除いて需要は低迷した。年間輸送量は最盛期においても10万トン程度に止まり、1957年、昭和32年以降定期貨物列車の運用は消滅した。また、 不定期運行の貨物列車においても、積載量が少ない場合は、電車牽引の混合列車体によって運行されたことから、本形式は主に、村松車庫内の入れ替え作業並びに、当器の除雪用途に供されることとなった。そのため、後年には、除雪列車運行時の前方視界確保のため前後、日よけの上へ補助前消灯を、左右に箇所増設し、前後大枠部分へ、 スノープロー固定用のアングル材並びに、スノープロー動作用のエアシリンダが新設された。カンバラ鉄道線における貨物輸送が1984年、昭和59年2月1日付で廃止となった後、本形式は、校内入れ替え作業及び、工事列車牽員など事業用電気として運用され、1985年、昭和60年4月1日付で、 鴨村松間が廃止となった後も残存した。もっとも路線縮小後の残存区間である五線。村松間においては、機関車による除雪を必要とするほどの積雪量を記録すことはなく、後年、日よけ上部に追加された補助全消灯は撤去された。貨物輸送廃止後も事業用として残存した、無害貨車と一型が1995年。 平成7年7月に除籍されたことに伴って、移行本形式は主に、村松車庫内の入れ替え作業に専従し、1999年、平成11年10月4日の神原鉄道線、全線廃止まで在籍した。路線全廃後の本形式は、モハ31と共に、神原鉄道本社敷地内、旧村松駅構内に一旦保管された後、2009年、 平成21年6月に、新潟県鴨市の冬鳥越スキーガーデンに、移設の上で、修復工事が見され、すでに同地において、生態保存されていた、モハ1モハ61とと共に保存されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。